こんにちは、辻岡です。ダイヤモンド続きやっていきましょう。さあ行くぞ。もう可愛い子をはべらせてハーレムか。何やってんだよこいつら。何言ってんの。今すべてが終わり、そしてすべてが始まる。中二病発情、発動、発病してんじゃん。この赤い鎖を使い異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え。時間を操る神話のポケモンディアルガよ。ディアルガ？まさか。え？何？お、なんか猫の目みたいになった。はあ。あらー、うわすげえ、虹色に光ったよ。出た。これで全てが破壊される。全てがなくなり争いもなくなる。この歪んでいく時間、私にしか止められない。うわかっこいい、イルミネーションのトンネルみたいなのか。どうなっちゃったの。これが信号を生み出した神話に残っているポケモン、時間の化身ディアルガ。なんか、ああ赤い鎖か、あれがグギャブグハ。痛がってるの。今の世界を私が望む。究極の世界にするより新しい世界を作り出すんだ。そして私はその世界での神となる。なるほど、わかった。何を今さら逃げるなんてありえないでしょ。めっちゃ突っ込まれた。逃げちゃおう。何、そんなに急がないで。ボスと戦いで、いや逃げてたけど、なんとなくわかるけど、先に私が相手させてもらうわ。あなたにはさ、今まで散々コケにされてきたしね。その次は私。あなた強いかもしれないけど、私たちも本気出すよ。待てっつってんだよ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始めるな。ふん、誰かと思えばエイチコで、泣いてた男の子じゃない。ちょっとは強くなったの。いいわ、2対2で戦いましょう。はぁみたいな顔してるね。立ち直ったのか。一人でやるじゃねえか、角頭。よしやろうぜ。よし、マーズちゃんのね、投げる顔かわいい。お、ゴンベ、ゴンベなの。そろそろ進化させようぜゴンベを。よし、まずは、あ、やべえ、僕あれだ。PP がない。あ、エングルマ。怪しい光、あ、混乱するやつじゃん。やだ。さらに光の壁。くそー。あ、なるほど、そういう風に来たか。まずは一体をきれいにするってことね。バタンク、どうしようかな。グローパンチで一回攻撃力上げるっていうのも手だね。自分攻撃しちゃった。そう、毒にされたぜ。ゴンベまで、ゴンベ体力あるね。うわ、どんどんリフレクター貼っていくけど、ちょっとやめてよ。ちょっと手が出るのがおもろいね。僕たちの手が出てるぞ、左下からニョキニョキって。やべえなこれ、ドーミラを早めにやるしかねえな。それ攻撃上げよう。
火炎放射。あーそう、状態上厳しい。毒にもなってるしね、なかなか強いですよこれは。今出た、左下手出たよ、見た。クソ弱えじゃねえか、ちょっと待って、これはちょっともごもごしてられないぞ。もう火炎車でドーミラをまずやる。よし、まずは倒さなきゃ。毒をそのままにしとくと危ない。よし、ボコリンも。厳しいっすな。全然ダメージ食らわねえじゃん。待て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 、やばいぞこれ。毒が地味にきつい。ここはグローパンチでどんどん攻撃を上げていこう。よし頑張った。毒治んねえかな。チラ、なかなかやりますね。あ、プニャットいなくなっちゃった。まずいぞこれ。はちょっと回復しよう。ボンベはもうどうでもいいから。ボンベもう何してんだよ。僕の方来たらあれだな、ちょっと厳しいなこれ。やっぱ回復しないと。よし、モーモーミルクだ。あ、まあ危ない危ない危ない。孫悟空、モーモーミルクを飲め。うーん、おいちい。どっち来る？あー、やっぱり僕の方来た。あぶねえ。ビゴンビゴン。特攻か、特攻は全然問題なし。もうみんなお盆の実持たせてんだから。よし、ナイス。そうですよ、僕たち仲いいから。ああ、毒でやられてた。次何出すの？おお、いいじゃん向こう奥。僕と同じだもん、向こう奥って。よっしゃ、行こうぜ。危ねえ。グローパンチでマックスまで上げるんだ。リフレクターなくなってるから相当ダメージ与えるぞ。よし、いいぞ。お、インファイト、いいね。ダツダツダツダ。あともう一体残ってるのかな、相手は。ゲップ、ゲブー。おい、え、まさ、そんなにそんなにいかれちゃうの。ここはスカタンクでダメージを与えて、攻撃はだいぶ、あーマジか、孫悟空そんなにダメージ食らってる。まずい。インファイト、もうインファイトバカになってるわ。角頭の采配最悪じゃん。ちょっとやめてよ、角頭大丈夫か。足引っ張ってるぞちょっと。
さあ、2人ともゴルバットになったね。ここは僕変えますか。じゃあありがとう孫悟空。ビスケット行こう。やられちゃうとね、やっぱ元気のかけらとか必要になっちゃうから。よし、こっからビリビリにしてやるぜ。うわ結構食らうね。よしいいぞ、ビスケットには相性抜群だ。やろう。火炎車、お、やけどんしたね。貝殻の筒持ってんじゃん、お揃いじゃん、もっとバチーン。よし、いいぞ。おお、ナイス、親密度が高い。さすがずっと一緒に旅してたもんね。よし、スパーク行こう。バチッ、よっしゃ。やりました。これなら私一人で戦えばよかったわ。最悪なこと言ってる、隣にいるのに。ふん、強くなったわね。だけどボスにはかなわない。やったぜ。へっ、俺のポケモン強いだろ。いや、まったく俺も強くなれるんだよ。10年早いんだよ。今はこれが限界かな。スノコ、これ使ってやる。お、そんなことしてくれんの？マジ？めちゃ優しいじゃん。あとは任せるからな。嘘を目の前に。おい、嘘だろ？あいつ逃げやがったぞ。おい、見てかねえかのかよ、ディアルガとの戦いを。おお、ディアルガ、これは。何してるの？何してる？素晴らしい。美しい。あ、なんか感情が元に戻ってない？なんか笑ってる。まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。なんだ？なんだ？なんか悲しい顔になった。なんだ？あ！ピー！どうした？ピー！みんなピーピー！ピーピー！どうした？わーわー、ファンネルみたいに回ってる。え？あ、鎖が。消えちゃった。銀河団大失態です、あれ逃がしたの。はあ、僕の元に怒ってる？もしかして顔が。怖いよ。おお、赤い鎖が崩れなくなってしまった。それになぜシンジコのポケモンエムリットがお前のそばに現れる？いや、それもよりもだ、銀河が消えただと。許さん、許さんぞ。あの3匹もう一度捕らえ、赤い鎖を作り出してやる。またもう今出てきてるのに、後ろにディアルガが。その前にお前を叩きのめそう。お、来るか。怒ってるじゃん、感情なくしてねえじゃん。さあ、いよいよ。もうこないだ弱かったからな。でもあ、もうこれ音楽めっちゃいいな、やっぱ。お、ドンカラス、いいじゃん。いいポケモン使ってくるじゃねえか。これ飛行だからさ、これビスケットがいいでしょ、きっと。どうなんだろう、ちょっと僕はあんまりタイプ相性ちょっと
あ、うろ覚えだからな、ポケモンのタイプ相性はみんな。でもこういうね、ギリギリの戦いがいいんですよね。エアカッター、どうだ、よし、まだ耐えれる。急所当たってこれか、行きましょう。スパーク、バチーン、よし。なんか耐えた、もしかして頑丈かなんかある？ないね。辻斬り、う、痛い、結構痛い、全部急所に当ててんじゃん、どういうことや。スパーク、え、回復の薬なんだと、いいもの持ってんじゃねえか。急所にやってろ、よし。なんで2発目はあれなんだろう、同じ技はもしかしてちょっとずつダメージが上がる仕様ですか。ポケモン博士の皆さん、どうして2回目は一発で倒せたんですかね。2回レベル、お、ブレイブバードってなんか強くなかったっけ。自分もダメージ、あー、そっち系か、そっち系か。ガムシャラもなんかワンチャンありそうなんで使いそうなんで、だ、掛け分身もいいんだよな。自分もダメージ受けるっていうのはちょっと厳しいね、やめるか。お、ギャラドス、マジか、待て、ギャラドス、いや、このままこのままがいいですね。水でしょ、よし。行こうぜ、効果抜群だ。なんか先に食ったぞ、なんか何先に食ったのあれね、今何食った、なんで、あ、即飲み、あ、なるほどね、びっくりした、なんか急に食い出すから。そんな余裕あんのかよ、技打ったと同時に。ナイス、よし、スパークだ、よし、いいぞ。さすが赤木、これまでの間何があったの、なんでこんな、なんかポケモンがパワーアップしてんの、おかしいだろう、すぐだったんだけど、この間と戦って。次はマニューラか、待って、マニューラはあれ、これなんかアドバイスもらったな。マニューラは氷だから格闘がいいですよって言ってた、違うポケモンだったかな、これマニューラじゃなかったかな。よし、フローパンチ、なんか食った、食わなかった、パチーン。よし、上がるぜ、呼ぶのみ、呼ぶのみ、悪い手癖、おい、ふざけんな、待てよ、何してんの、自分にできることないもんね、でもブローパンチ打てないかな。ピコピコピコ、上がんないんだ、やっぱ当たんないとダメなんだね、いって激痛、ちょっと僕間違えたみたい、誰だったんだろう。ノーマル氷とかが格闘がいいんだよね。よし、ナイス、頑張ったね、ありがとう。格闘技の方がダメージいいですよって教えてくれたんで。おお、クロバット来た、よし、クロバットにはビスケット、もうビスケットと孫悟空ばっかりしか使ってないけど、とうとうクロバットになったのか、やるじゃねえか。ここまで私を追い込んだこと認めてやろう、クロバットだ。あら、かわいいね、へのじ口になって、すごい、後ろと前が交互に動いてる。よし、スパーク、クロスポイズン、あ、すごい速いスピードが、やるな、バチン。あらららら、ら、防御は紙ペラでしたね、残念、急所に当たってた。よっしゃ、やりました、
しゃー、月下美人上がったぜ。だいぶレベル上がってきたね。認めるか、神話の力を。従えたのではなく我が物にしたというの。お金いっぱい持ってた、うん、お前にとって本当の究極とは何だ。本当に光り輝く大切なものを知っているのか。まあいい、私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。いなくなっちゃった。あ、おお、時間の神ディアルガが怒っているのか悲しんでいるのか。ただ私にはツチノコを待っているようにも見える。何を試そうというのか。行けいツチノコ、ディアルガと向き合うのだ。そして心の声を聞け、その思いを確かめろ。そうすれば赤い鎖で無理やり呼び出され、力を使わされた。ディアルガの暴走もと、暴走一個もしてないけど、なんだかそう思えるんだ。ツノコくん、さっき角頭くんに会ったよ。ツノコくんのこと信じてるって、じゃあ見守っててくれや。あいつなら大丈夫だからって。私も同じよ。だからあのポケモンを助けて。銀河団に無理やり呼び出され、あんなに苦しんでいるポケモン。苦しんでたの？マジか。あ、言っちゃった。グギャボー。あ、めっちゃいい音楽。あ、やべえ、かっけえ音楽、いいね。なんか足が吸盤みたいに吸い付いてる。リアルが来た。いい、ノリノリだね。ちょっと待ってさ、ね、逃げたらどうなんのこれ。いや、めっちゃ音楽いい、聞いちゃうこれ。いや、いいわ。ちょっと逃げてみちゃおうかな。あー、泣いた。逃げろ。え、本当に逃げちゃったじゃん。え、嘘、ディアルが元いた世界に戻っていた。お、嘘だろ。ほほほ、ツチノコ、お前はなんという。え、ごめん、逃げちゃった。よくやってくれた、本当によく。ね、なんで逃げてよかったの。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。逃げたのに。博士ったら、あの後いろいろ調べて、それでツチノコくんのことすっごい心配して、こんなところまで来たの。ツチノコくん、無事でよかったね。さ、帰ろう。行っちゃった。シーラね。誰の未来も、誰の世界も、何者かによって奪われるものではないの。え、逃げれんの、マジこれ。ちょっとセーブしてないから、さすがにマーズからやり直す、やだな。このまま進むと思わなかった。逃げられないってなるのかと思った。これ初代のダイパでも同じなんですかね。逃げれるのかな。やっちった。ちょっとやってみたくなっちゃって、やっちゃった。あー、なんかあるよ。混合玉。ディアルガに持たせるとドラゴンと鋼タイプの技能力が上がる。光輝く。ディアルが仲間にしてねえのに。マジか。それではポケモン図鑑楽しみにしておるぞ。今まで行ったことのない場所に行けば、出会ったことのないポケモンに出会えるだろう。それにしても、さっきのポケモンすごかったに逃げちゃったけどね。すぐ神王地方を生み出したってポケモンなのかな。やっちゃった。あ、いなくなってる。みんなどっから帰ったんだよ。あ、ここ行けって言ってんの。穴抜けの紐で出ちゃおっと。わあ、目が回りそう。おや、お、
とうとう生まれるぞ。やった、生まれた生まれた、ようやくだよ。長かった。あら、かわいいね。リアルゲッター。おイケメンが、イケメンにしたんだけど名前、イケメンがめっちゃ覚えてる。渚のジムリーダーだが最近手強い、挑戦者がいなくて退屈しているらしいな。渚シティを一言で言うなら電気バリバリ。ありゃ二言使っちゃったよ。電気とバリバリ、電気タイプか。次じゃあ、あれ誰、おポケモントレーナー、君のポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。おっと自己紹介、俺の名前はオーバ、ポケモンリーグの四天王さ。お、四天王、そうだな、君ならできるかもな。この町のジムリーダーだけどさ、久しく手強い挑戦者が来ないからってポケモンジムの改造ばっかり、あげくに停電だからな。たく世話が焼けるぜ。君、熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ。頼むぜ。四天王か、あいつが四天王。ここは渚シティ、太陽が照らす町。ここは港町、そしてポケモンリーグへの玄関ね。あ、ここがポケモンリーグの玄関で、上がポケモンリーグか。じゃあチャンピオンのチャンピオンロード、すごい。何ここ、ここのジムリーダーは電気を使いすぎだ。町のことも考えてくれよな。シルベの灯台、神王を照らすシンボル。あの岩、本当はポケモンじゃないの。え、どういうこと。ポケモン岩、雷の石ゲッツ。電気タイプにいいんじゃなかった。そんなにいろんなとこビーダルいいの。君が持ってる光り輝く眩しい、それは紛れもなくポケッチ。ポケッチいいよね。僕もOKもらってて、ポケッチのアプリを作ってるんだ。いろんな性格のポケモンを持ってるだろ、ぜひ見せてよ。今は真面目な性格のポケモンを見てみたい気持ちだな。あー、そういう系か。性格いっぱい持ってないといけないってこと。鶴をフリフリした、ごめんね。そこねえ、そこ降りたいんだ僕。ちょっとねえ、ちょっと待って、降りれない。嘘だろ、降りれないくしないでくれよ、頼むから。ごめんね。今重なってない、邪魔するんだから。あ、本当だ、カビゴンじゃん。何やら銀河団とやらが大暴れだったようだが、渚では全く銀河団を見かけなかったの。赤城という子供がいたような、誰とも付き合わず機械と戯れてばかり。でもとても勉強ができたから、どんな風に育ったのかね。ここでじゃあ赤城生まれ育ったのか、渚で。あら、かわいいトレーナーさんね。私、遠くで働いてる船乗りの夫の帰りを待っているの。毎日退屈くだから、たまに私にお話を聞かせてちょうだいな。明日からだって。へえ、旅の話を聞かせると何かあるんでしょうか。どんなところでも工夫して暮らすようになるのがポケモンと人間なんだよな。あら、あれ、この子みかんちゃん、あ、なんか、私ジムリーダーのみかんと言います。ジムリーダーといってもこの町じゃなくてですね、上都地方ってところで、上都地方ってご存知だと私嬉しいです。この先ジムバッジを持っていないと途中で引き返すことになりますよ。へえ、あ、この奥にってこと。たまにこういう友情出演があるんだね。みかんちゃん知ってるよ。渚市場、シールいろいろ、シール売り場か。あそこにいるシール屋さん、今日は欲しいシールはなかったな。明日来るか。いろんなシールが買えるんだ。なんか怪しい人もいる。
あなたの時間私にください。そうするといいことあるかも。何か、あーシール屋か。これがシール屋なの？これはじゃあお客さんか。あら、君の豪華セル、ものすごく頑張ったのね。この頑張りリボンをつけてあげて。あら、つけてあげた。わあ、いっぱいいる、めちゃめちゃ。最近地下大洞窟に行ってる？降りる場所で行ける場所も変わるでしょ。だからいろんなところで探検セット使ってみるのよ。白帯の地下おじさんとミオのトウガンさんは親戚。ひょうたくんも含めて掘るのが好きな人たちね。気を失ってたらひょうたさんに助けてもらったんだ。見つかる玉は宝石のようなもの。物々交換でいろんなものを手に入るんだよ。ポケモンが好んで集まる場所があるらしい。なんていうか、地下大洞窟でのアドベンチャー楽しんでくれよな。化石を掘る前にみんなと協力して光石を集めるんだ。なるほど、いろんなところで、じゃああれか、地下に潜るといいんだね。灯台やらポケモンジムがたくさん電気を使うからさ、町全体をつないでいた道路ソーラーパネルにしちゃったのよ。なんたって渚は太陽の町だからね。ああ、それでこういうことか。全部太陽電池なのか、すごいね。はい、ということで今日はねここら辺で終わりたいと思います。ちょっとね、まさかあのディアルが逃げられないだろうなと思って逃げる押したら逃げちゃって、そのまま話進んでちょっとびっくりですけれども、なんか捕まえる機会はね、クリアした後にあるらしいので、そこでねしっかり捕まえていこうかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それではすのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。